島村都線島村都線は、利根川によって分断されている、群馬県伊勢崎市境島村内を結ぶ都線。伊勢崎市の市道の一部で無料で運行されている。都線湖や伊勢崎市境島村は、河川改修などによる流路変更によって、地内の真ん中を利根川が貫流しており、付近に橋がないことから、住民の交通の便のために運行されている。運賃は無料である。 自転車も荷物として持ち込める。下流側で運行されている赤岩都線ほどは利用者は多くはなく船もより小型である。使用されている船は川船タイプの船でエンジンも装備されており、基本的にはエンジンを使って進むが、船着き場付近では海を使用する。付近は河川敷が広く、堤防から船着き場まで両岸とも250メートルから300メートルある。 元は群馬県道295号新地、今泉仙台帯の都線であり、群馬県営であったが境町に運行が委託されていた。2012年4月1日に当該区間が県道から伊勢崎市道に関されたため、都線も運営主体が伊勢崎市に変わった。2011年の台風6.125号の影響で川床が浅くなり欠航であったが、 航路回収を終え3月25日に運航を再開した。しかし、2015年9月の大雨による利根川の増水により、船着き場が被害を受けたため運休となったが、船着き場の修復が完了し、2016年5月15日の島村都線フェスタ海再火より運航を再開することとなった。しかし、2019年10月の台風19号により、 船着き場や航路が被害を受けたため、令和2年度以降は運休となっている。毎年5月の第3日曜日には、島村都線フェスタが開催される。ABC、法人上げを、公益社団法人上げを法人会、P7、2021年2月13日閲覧、利根川の島村都線朝日新聞デジタル、伊勢崎市島村都線、ありがとうございます。